どうも影山ですえー、っとですねえー、今日はですね何かを始めるのに年齢は関係ないということについてお話ししたいと思います。えー、っとですねまあまあ、えー、昨日のことなんですけども。 まあえー、ジョギングをしてですね、えー、今年の目標である10キロをこうコンサートに走るっていうのを目標にしてるんですけども、えー、初めて初めてというか久しぶりですよね。 やっと10キロを超えて11キロ超えの、えー、ジョギングをすることができました。11キロ超えのランですね。をさせていただきました。で、まあまあ、その走りながら足は結構パンパンになってきてですね、えー、まあまあ大変かなと思ったんですけど、まあまあ11キロ、まあまあ走れるなというのが分かって、まあよかったかなと。で、これをね、コンスタントにこう続けていってですね、えー、体力をつけていく。ほで、えー、あまりにもね、その11キロから伸ばしてくると、こう時間ね、走る時間が こうかかりすぎるんでですね、えー、負荷のかけ方をちょっと変えるかもしれないです。例えばね、えー、鉄丸を持ってね。 ジョギングすすす。るとかですね、えー、思ってますほんな、たまたまね、あのー、前車走らせてたらですね走ってる人がですねペットボトルを両手に持って走ってる人がいたんですねあ,ああいう負荷のかけ方もあるんかというのでちょっと自分の中で、えー、参考にしておりますただそれをやるまでのまだ体力はついてないんで、えー、どうなるかわかんないですけどもそういうふうにしていこうかなというふうに考えております で今日のテーマですけども、えー、何かをやるのに年齢は関係ないっていうのを自分でこう証明証明というかね、えー、それができてるかなというふうに思っております。というのはまず、えー、空手ですね。 空手まあ僕は二十歳から始めてますけども、えー、本格的に始めたんが、えー、去年ですね去年の1月から、えー、まあまあ休みなく、えー、しっかりとで日々ねこう訓練もしていってですね、えー、7級やった、えー、級、えー、階級がですね1級にこう昇級する昇級することができました。ということでこれから、えー、今年1年で黒帯になるべく近づけるようにこうしていくんですけども。 えー、空手という武道ですねこれを始めるのに別に40代でも全然遅くないっていうことが、えー、こう証明というかねそう,そういうふうなことがこうできるということがこう自分の中で分かったんでこう年齢は関係ないということですね。で次にジジョョギギンンググですねジョギング でジョギングもですね体力がこう40代になったら落ちてくるとかこう言われるかもしれないんですけどもこれは間違っていてですね、まあ、落ちるものもあるかもしれないんですけども基本的に体力は伸びるまだまだ伸びるっていうことですねで、えー、僕の信頼してるお医者さんもですね、えー、40代全然伸びますよと40代50代ぐらい全然体力が落ちていくっていうことはないですとただ生活習慣がね、えー、そういう運動不足やったりこう食事のもん 面であったりとかそういうことでこう体力が落ちていくような生活習慣をしているから体力が落ちていくということだけであってそのしっかりとこう運動をしていったらね、えー、積み上げていったらですねあの体力がついていくとでそれが、えー、僕は去年でこう証明できたかなと思ってます、えー、去年の2月にですねまず1キロぐらいの距離を走っていたんですけども、えー、最終的には9キロの距離を走れるようになったとで今年に入って11キロ走れているんでですね、えー、しっかりとそれぐらいの距離を走 知れるということがこうわ、えー、かるんではないかなというふうに思います。で、えー、もう一つがこうダンスですね。去年ダンスをこうダンスレッスン、えー、に通いました。まあ、と言っても1回しか通ってないんでね、そんな偉そうには言えないんですけども、その四十代でいきなりダンスを始めることができるというか、そのそういうのに挑戦した自分がまあ,まあようやったなっていう感じは思ってますけども、まあまああの今年はね。 えなるべくこう通っていってですね、まあ、無理せずですね、えー、水曜日の夜になるんでこう無理せずこう通っていければいいかなというふうに考えております。ということでやっぱりその。 自分ででねそれがこう証明できたっていうだから空手のことであったりジョギングのことであったりダンスのことであるこういうことで、えー、まあまあ年齢何かを始めるのに年齢は関係ないとでそこからでも全然伸びていくということですねダンスはまだ1回しかやってないので伸びるも何もないんですけどただ挑戦しただけなんでこれからね今年1年でどこまで、えー、自分がダンスっていうものをこう見せれる状態になるかどうかですね、えーまあ、1年ぐらいでどうこうこ ということはないんでしょうけども、えー、これもね、えー、積み上げていきたいなという風に考えておりますということで今日はですね、えー、年齢は関係ない何かを始めるのに年齢は関係ないということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます